こんにちは。おもちゃの町駅に来ています。おもちゃの町とは栃木県の県央南部に位置する壬生町の北側にある町の名前でありますが、このユニークな名前は昭和30年代後半から玩具製造関連の企業工場を町内へ誘致したことに始まり、おもちゃのふるさととして子どもたちに夢と希望を与えられるようにと、おもちゃの町と地名が付けられました。そのおもちゃの町にはどんなおいしいお店があるのか教えてもらいに行ってみましょう。タクシーの運転手さんにおもちゃの町近くでのおいしいお店を2店教えてもらい、ベスト3を回ってみようと思います。さあ、おもちゃの町にはどんなおいしいお店があるのでしょうか。お答えしてくれたタクシーの運転手さん、ご協力をありがとうございました。今回は近くにある獨協医科大学病院と隣駅の安塚駅でもインタビューをしてみようと思います。それではインタビュースタート。カンちゃんラーメン、カンちゃんよく行ってるのがありますよ。タクダヤ、タクダヤ、タクダヤ、タクラーメン美味しいですね。タクダヤおすすめですね、ラーメン食べるなら。そば騎士っていうのもあるよ。で、前は私らそこね、お客さんも来てるし。長い幸せで栄光、エビそば。エビそば、まあ、うまいと思う、俺も。なんだったら中華丼。三河堂ですね。そこはおそばは美味しい。そばも美味しいけど、女性向けにケーキとかなんかも置き出したんだ。客も入ってるし。角田屋ラーメンって、ひらがなで角田屋ですね。ラーメンって言ったらやっぱり栄光とか言っちゃうんですね。何がお好きですか。あれは、あれ、なんだ、エビそば。藤田屋っていう割烹料理屋さんが有名みたいですね。藤田。そこはお客さん入ってますよ。昼は魚屋さんもやっていて、あの隣でその割烹をやってるんですよね。ですから品物はいいもの出してますよ。アップルっていうのがよく送りますよ、ピザ屋で。駅東行くと藤田っていう魚屋さんと料理屋さん、はい、いろんな藤田は美味しいね。有名のあるよね、アップルの。アップルも人気あるよ。割烹だとシノっていう店がありますね。シノカンちゃん、カンちゃんラーメン、カンちゃんラーメン、カンちゃんラーメンのちゃんぽん麺、カンちゃんでしか食えないやつ。あそこの天使閣ってあるんですよ。この天使閣麺っての好きなんです。あのスープが変わってるんです。でかなりこう大きくて安いんですよね。大きい安い、量も多くて安いんです。あれは本当変わったラーメンで結構やみつきになる。では3番目に得票の多かったお店に安塚駅から向かいます。左側に見えました。3番目に得票の多かったお店は藤田。
では2番目に得票の多かったお店におもちゃの町駅から向かいます。前方に見えました。2番目に得票の多かったお店は角田屋。観光地も教えてくれました。おもちゃの、博物館とか、バンダイミュージアムとか。観光地ってのはおもちゃの博物館ぐらいだね。バンダイミュージアム、バンダイ。おもちゃ博物館。ということで、おもちゃ博物館に行ってみましょう。右側になります。おもちゃ博物館に到着です。
町の中に戻り、おもちゃ団地の中にあるバンダイミュージアムにも行ってみました。はい、ありがとうございます。では一番得票の多かったお店に向かうのですが、そのお店の不思議な看板を見つけました。スパゲティは運転できません、できませんっていうスパゲティ屋さんなんですけど、はい、スパゲティは運転できませんって書いてあるんですよ、っていう看板が出てるんですよ。なんだってみんな思うんですけど、どういう意味なんですか。配達できない、配達できません。スパゲティは出前はできませんっていう。あ、そういう意味なんですか。俺知らない、俺聞いたよ。あ、そうですか。出前はできませんっていうスパゲティは伸びちゃうから。ああ、なるほどね。ということで、壬生町役場からそのスパゲッティ屋さんに向かいます。右側に見えてきました。一番得票の多かったお店はアップル。
おもちゃの町は1960年東京の玩具メーカーで作る組合の当時の組合長であったトミーの創業者富山栄一郎が工場などを移転し工場の団地を形成する計画を立て、壬生町の旧日本陸軍の飛行場跡地があった場所が選ばれました。最初にそこでは地元の人たちがおもちゃの町と呼んでいただけでしたが、東武おもちゃの町駅が作られたことから1977年に正式におもちゃの町という地名が誕生することとなりました。1990年以降は海外への工場移転などもあり、玩具工場の撤退が進み、当初のおもちゃの町としての特色は薄れつつありましたが、その後壬生町おもちゃ博物館の開館、壬生インターチェンジの設置、そして近年ではコストコ壬生倉庫店が開店するなど、人の集まる町へと急激な変貌を遂げています。これまでとは違った輝きを放つ町、おもちゃの町での美味しい食事をごちそうさまでした。